どうも、ピアニストの直島達也です、えー。今日はオリバー君と一緒に知ってるようで知らなかったウクライナ出身の超名演奏家たち、巨匠たちについての動画を作ろうと思います。えー、実はたくさん心配してくださった方々いたんですけれども、オリバー君ずーっと病気だったんです。だからしばらく動画に出れませんでした。えー、1週間近く抗生物質の注射を打ちに、えー、通院して、で しっかり1週間後かなやっと良くなってで今は、えー、念のためにもう10日、えー、っと抗生物質の投与剤っていうの,あの薬をとってますだけどもう本当にあに食欲もあるし完全復帰なんじゃないかなって思ってますご心配おかけしました、えー、まず最初に紹介するのがキエフ今で言うキウ えー、ウクライナの首都ですねそこで生まれた1896年に生まれた名ピアニスト中の名ピアニストショパン匹としてとても名高い、えー、アレクサンダー・ーブライロフスキーさんです彼は第一次世界大戦と第二次世界大戦の間でものすごく活躍したピアニストです、えー、最初はキエフの音楽院で、えー、勉強していたんですけれどもその頃からあのラフマニノフに ものすごく認められて、ラフマニノフのおかげで名声を得たって言っても過言ではないくらい、ラフマニノフは彼のことを宣伝して回ります。で、結局、その、キエフ音楽院を卒業した後に、彼は、えー、パリに移り住みます。1926年には、えー、フランスの国籍を取ることになるんですけれども、えー、結局は、 その後にアメリカに移民してでアメリカ人になって80歳にニューヨークで亡くなります彼はショパン匹としてすごく知,知られていたんですけれども初めてショパンの全曲リサイタルシリーズとか、えー、ショパンの全ての曲をいろいろなリサイタルのプログラムに取り入れたっていう人でも知られています、えー、レコーディングも実はたくさん残されていて コロンビアとかか RCA らたくささん出されています、えー、ほとんどの録音がショパンなんですけれどもその他に、えー、ラフマニノフのコンチェルトの2番それからシューマンの公共的練習曲それからリストのピアノ曲集とそれから15曲の、えー、ハンガリアン・ラブソディ全部全曲集も残しています。で 2018年、本当につい最近ですよね、RCA から、えー、アレクサンダー・ブライロフスキー・プレイズ・ショパンみたいな感じのタイトルで8枚セットで、えー、RCA に録音した彼が録音したショパンの全部の録音を1セットにして、えー、再発売されています。 聞いたことない人ぜひ聴いてみてください。ものすごく素晴らしいピアニストです、えー。ショパンのピアノコンチェルトの1番も録音していて、ものすごく、えー、いいレコーディングです、えー。ブライロフスキーさん、実はあんまり生徒を教えていなかったらしくて、唯一の文科生と言われている人がいます。でその人は今でも健在でニューヨークに住んでいます。でその方、日本でも2016年のドキュメンタリー映画で 知られているシーモア・バンンスタインさんです、えー、世界的なピアノの名教師として知られている方ですまたブライロフスキーさんはウィーンで大活躍したピアニスト兼作曲家のレシェティツキーさんとかブゾーニとかと勉強したことでも知られています次に紹介する何人もの演奏家はもう皆様おなじみの超有名な巨匠たちです まず最初がホロヴィッ,ッツは、えー、ウクライナで生まれてブライロフスキーさんと同じキエフ音楽院でまずは教育を受けますでホロヴィッツさんの他にもなんとあのリヒテルもウクライナ出身なんですリヒテルは22歳になってやっとモスクワ音楽院に入学するんですけれどもそれまではウクライナで教育を受けてウクライナで活動しています なんと15歳の時にはオデッサの歌劇場でコレペティとして活動していました。次の名前もすごいです。なんとエミール・ギレリスさんもウクライナのオデッサで生まれています。オデッサ音楽院で教育を受けた後にモスクワ音楽院に移ってリヒテルと同じネイガウスについて勉強します。そして バイオリンの巨匠ダビッド・オイストラフさんも実はギレリスと一緒でオデッサで生まれてオデッサ音楽院で教育を受けますそして僕の大尊敬していたシューラ・チェルカスキーさんも実はウクライナのオデッサで生まれてるんですでチェルカスキーさん11歳の時にはアメリカに移って、えー、カーティス音楽院小林愛美さんが勉強してつい最近卒業した えー、カーティソン楽院で学ぶんですけれどもその前に、えー、オデッサで9歳の時にオーケストラを指揮しているらしいんですねでリサイタルも開いてでそれから11歳の頃にアメリカに移民したみたいですここまででもオデッサ出身の巨匠中の巨匠歴史的な演奏家たちばっかりですよねまだいるんです ナタタン・ンンミルシュタイイさん、えー、バイオリンの巨匠ですね彼も実はオデッサで生まれて育っています後にサンクトペテルスブルグの、えー、音楽院で勉強するんですけれどもその時勉強をしていたハンガリー人の名バイオリニストレオポルド・アウアーさんがロシア革命が起きてしまうのでその時にノルウェーの方に移ってしまいます引っ越してしまいますでそれと同時に えー、ミルシテインさんはキーウの方に戻ってそこでホロビッツと知り合って一緒に勉強をしてプロになってからも一緒に活動をたくさんしていくっていうことになりますそして今日の最後になるのがローナ・レビーンさん夫のヨーゼフ・レヴィンさんとジュリアード音楽院で数々の超名演奏家を育てていく、えー、歴史的な、えー、名演奏家 教師ですで彼女の生徒で知られてるのが、えー、バン・クライバンそれからミッシャ・ディヒタ、えー、誰だろうラルフ・ボタペック、えー、なんだあのクライバンコンクール優勝した人ですねそれから誰がいるかなあ,あの指揮者メトロポリタン・オペラの最初の、えー、と監督音楽監督、えー、髪の毛がぐるぐる回ってる人は何だっけジェームス・レヴァイン ジェームス・レヴァインって実はピアノ弾けるんですジェームス・レヴァインもロジーナ・ラ・ビンと勉強してますそれから映画音楽ジョーズとかスター・ウォーズとか E.T. の音楽で知られているジョン・ウィリアムさんも、えー、ロジーナ・ラ・ビンと勉強してますそして日本では中村寛子さんもロジーナ・ラ・ビンさんと勉強していますこんな感じで実はウクライナ出身の歴史的な演奏家って たくさんんいるんです、えー、今、とんでもないことになっていますが、本当に早く平和が戻ることを願ってやみません。今日はこんな感じです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします、えー。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。さよなら。